去年まで12月までエイトブリッジの別府じゃない方っていうそう。でもう一人で車の運転してくれてたわけでその別府じゃない方が年内でじゃ運転手卒業しますってなってねまあまあそれがいいわなって言ってでこいつはこいつでまあほら YouTube 芸人なんだけど YouTube のアップとかライブあったりするから一人体制はちょっとしんどいですと。 だもう一人もう一人探してきていいですかって言うからさ「お、うん、じゃあ頼むわ」って言って「一人見つけてきました」っていうわけよ。どういうやつなのでまた芸人ですと。でどういうやつなのって言ったら「まあ一言で言えばバカですね」って言うんだよ。<laughs> おああそうかこれじゃんあうで運転はうまいのか「いや運転全然慣れてないんですよ」「んでそんなに連れてきたのだ」と <laughs>「バカで運転もできないのに <laughs> 危ないじゃん、ね」そうなのそ,、うん、そ,それでさ「だからちょっとね12月から1月まで2ヶ月間、うんそのね、僕の横で道を教えたりとかたまに運転の練習させたりします」と「<ー>実習期間を設けます」なんて言って、うん、でもそいつかわいそうだろ2ヶ月も給料も出ないで「うんね、いやいやでもそいつ全然それでもいいから運転させてほしい」って言ってるんでだって。 ってさで12月ぐらいからこう実習期間でねこう道を覚えたりなんか来てたわけ2か月間でまあまあ朗らかないい,、まあ、いいやつはいいやつなのか楽しい「へ、え、あ、ー、ふざす」みたいな感じのね <laughs> まあまあ典型的なバカっぽいんだけど <laughs> <laughs> でそもう本当にねそいつ先週の「モッキンかな。なんか連チャンで、うん 今週はちょっと僕が運転しますなと来たわけ。で初日じゃないんだよもう。初日じゃないんだけど、まあそいつの運転がね、本当にね、もう。 横断歩道が例えばあるとする、まあ、安全運転なのは何よりなんだけど、うん、このね横断歩道とかもこういちいち止まるわけよ。うん、もう夜中だろうが何だろうが、うん、いや絶対ここ人いないよっていうところでも絶対止まるわけ、うんうん、でスーッと進んでまた横断歩道の途中で止まるわけいやもう意味ないとない、ね、もう横断歩道のもう真ん中まで来ちゃって、ね、もうこれは行くしかないのに、うん、ずっとこう、うん、止まるわけよ。うん で今度住宅街とか行くじゃない住宅街通ってる時もほら家と家の間のこう路地みたいなとこあったりするじゃん狭い路地とかでもいちいち止まるわけうん、うん、えこいつ俺聞こえないけど誰か「だるまさんが転んだ」って言われるんのかなぐらいさっさっって止まるわけ<ー>いやうんあのね原ってやつなんだけどさあのー、原くんね安全運転なのはもうすごくいいと今後もそうしてほしいけど いつ着くかわからんと <laughs> こんなに止まられたらねあああすすかすみません、うん、だからその横断歩道のね一回前で止まってでもねなんとなく来てないなと思ったらすぐ行くでこう路地とかはスピード出さずにスっと行って誰かが出てきたら止まるとかにしなぁなんて言ってああすすか気をつけますなんて言ってさでその次の日さ、うんうん、で今度はねパーっと行っててで俺ま車の中で新聞かなんか読んでたわけ。うん ゃあ信号ととかないとこよ、うん、前に引っ越し業者の車がなんか止まってたわけよ、うん、で引っ越し業者の車の対向車線のちょっと行ったところにまた車が止まってたわけ、うん、で,でまあまあ何となく止まってんなと思いながら新聞読んでたわけさ2分ぐらい動かないわけよ、うん、でこれ何してんのかなと思ったらさもちろん引っ越し業者だから作業やってるわけよ、うん、で向こうの対向車の車は運転手いないわけ。 だからこのねこう引っ越し業者の車の横からこう行くしかないのにずっとこう待ってるから「うん、えお前引っ越し終わるまで待つのこれ」って言ってさ <laughs> ね対向車も一緒いないんだからああドライバーがさ「ああいやお前こう行くしかないじゃん」ああ,あ,あ,あすいません」なんて言ってさ「ああいやこいつんなマ,ジマジか?」と思ってさああでまた今度次の日をその次の日はえっ、ー、とね じゃ十12時に迎えに来てとかって言ってたわけさあ11時ぐらいに来たのよ、うん、1>, 1時間ぐらい早く、うん、あれ俺待ち合わせの時間俺が間違えたかな、うん、と思ってさ LINE で「あれ俺今日12時って言わなかったっけあ大丈夫です12時です」ね、うん、いやちょっと今日はあの心配だったんであ<ー>何が心配かも分かんないわけ。でうん、っていうのはね、うん いつも前日にさ「じゃあ明日12時待ち合わせな」なんて言ったらさ「うんうん、あはいわかりましたちょっと待ってください」って言ってねその道の端っこにつけてさ、うん、その場でメモるわけ「いやお前覚えろや」って話なんだけど「<laughs> 12時」とかって書いて付箋をさその辺の車とかにペッタペタ貼ってるわけよ。もう俺の,俺の車乗り付けでべッタペタ貼ってるわけよ。<laughs> <laughs> やっったらってっからてか <laughs> ねで「12時」とかで書いて「<laughs> はい分かりました」とかって言ってだからメモってるからさ時間間違えるわけない <laughs> なのに11時に来たからさ「<laughs> えお前さな,なんで昨日12時って言ったの今日11時に来たの?」って言ったら <laughs> いやあのいつも自転車であの僕ん家から上田さんまで30分ぐらいかかるんですけど、うん、今日は30分じゃつかないんじゃないかと思って。 意味が分からない <laughs> そないんで30分でつかないのかその日に限って「<laughs> ちょっと心配で、ね、早く来ました」とかって言って「<laughs> まあちょっとこいつ訳わ分わかんないからいいや」と思ってさ <laughs> ねえ、まあ、それでしゃべりながらさ「あ,あのさ 100m ぐらい先にさコンビニあるからさちょっとそこで降ろして」って言ってわ分かりました」って言って大げさなトで五メー 5m 進んだ辺りからさ <laughs> この辺かなみたいなさ。<laughs> <laughs> ずーっと「いやいやお前 100m ってまだ結構あるからね」っていうのにこう「ああそうですかすいませんちょっと一瞬 100m ってどれぐらいか分かんないんでうわ疲れるわと思ってさ <laughs>、うん、でこんなまた次の日よ。うん、なんかこう「ねじゃあご飯食べに行くか」つってさ「お前何食べたい」って言った じゃ食べたいです」なんて言ってまあまあ俺が何かいくつか選択肢出してね「この中だったらどれがええ?」って言って「じゃあうなぎですかじゃあうなぎ食べに行くか」なんて言って「じゃあそこのコイパーキング入れようか」なんて言ってさ「はい」ってこうピッピッピッてなってさでほらぶつかるようのピピピピピッの警告音になるじゃんピピピピッってなってんのにさらに下がるからドーンってぶつかったわけ。ねっもういやいやいやお前もうピッてなってたよね。 なんでさらに下が何の勢いか分かんない <laughs> いやいやお前嘘って勢いなかったよお前これぐらいの速度でいってんだからゆっくりぶつかりにいってるわけよ <laughs> まだほら「うわーん!」ってぶつかるんだろうこゆっくりゆっくりでピピピピピピいやいやお前なんでその速度でぶつかりにいってんだみたいなさえー、連日やってくれんのよ。 ぶつかっちゃういやいやもう意味がわかんないまだ一言で言えばバカなんだろうね大丈夫なんす。れ怖いよねそれ運転いやいやもうだからあんまりなんだろうねその例えば新聞読もうと思っても集中しては読めないよねこっち大丈夫かなとかさ現場にもだってなかなかつかない可能性あるじゃないいやいやもうだからちょっといつもそいつが運転ですっていう時は若干早めにもう設定せざるを得ないのこっちの。おお。いや